うちの親父と森山さんが飲み友達なんですよ。佐賀大学特設美術科のね1期生と3期生でね先輩なんですよ。僕が近代美術に触れた最初の人だし、それからあるいは近代美術を僕が捨てることになった原因でもあるわけですよ。そういった意味で、師匠です。印象に残ってる、話してて印象に残ってたのがこの絵割と斜めにしたりして流したりするわけですよね、うんうん、その時に部屋の中でやるから電灯がそのまま反射してギラギラしてるみたいな。 目やられましたね、うんうん、今でも目はおかしいけどもう僕は見えない方がいいんじゃないかなと僕の絵はぼやっとしておくぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってから、やっぱり絵描きには感性がありましてね、落とし穴、あんまり技術がうまいとやっぱついね超絶技巧に走るんですよ。それ自体が価値を持ったって思いたいわけですね。それは落とし穴でですね、つまらないことですよ。